11人組ボーイズグループ上腕の川尻連、佐藤慶吾近城壁会が9日、東京、渋谷で開催された、ルイス・ビトン SS24 メンズポップアップストアのオープニングイベントに来場した。動画、上一、川尻ハスのお茶目な発言に佐藤慶吾近城壁会が驚き。 ビトンコーデで仲良く登場メンズクリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスが2024春夏メンズコレクションを手掛け、同ポップアップストアを展開。プレタポルテをはじめ、シューズ、トラベルラゲージ、レザーグッズ、アクセサリー、サングラスやコネクテッド製品など、多彩なアイテムが集結し、国内では同点限定となるアイテムも登場する。店内を見渡した佐藤は、渋谷が華やかになりました。 すごいかっこいいなと思いました、と笑顔。この日のコーディネートについては、一番目立つのはズボンですね。上はシンプルなんですけど、下が特徴的でかっこいいと思って、このコーディネートにしました、と紹介した。グラデーションになっている赤のパンツを生かしたかった、と話した金城は、それ以外のトーンを暗くしてボトムが入るようにコーディネートしました、とコメント。川尻は、 ジャケットがお気に入りなのでそれを主役に。こいつらをまとめ上げられるのはこのブーツ。そしてこいつらをまとめ上げられるのは僕。ということで、僕こうで、です。とちゃめっけたっぷりに語り、場を和ませていた。